ました。大相撲特別企画第2弾2日目、御嶽海を追うぞ始まります。皆さんこんにちは、バイオリニストの荒木由衣子です。いつも動画をご視聴いただき、お付き合いいただきまして誠にありがとうございます。また大相撲特別企画への温かい応援やメッセージも重ねてお礼申し上げます。皆さんからの動画の高評価ボタン、チャンネル登録、コメントが私にとって YouTube 活動並びに演奏活動において大変糧になります。ぜひ応援の方よろしくお願いいたします。今回も前回に引き続きラジオの中継を聞きながら、音真似再現をお届けしてまいります。テレビの中継、テレビやAM ラジオの中継に比べると若干、遅れた感じになってはいますが、はい、いや今日は正代も貴景勝も負けてしまって、今回は、大関、大関ちょっと不調ですね、心配ですね。正代が1勝8敗という結果になったみたいで、こちらも心配ですね。前々回までお届けしてきた若隆景は6勝3敗という結果になっているようですが、今日は御嶽海は、大栄翔との対戦ですね。で式守伊之助さんが取り組みですね、はい、で、間違ってるかもしれないんですけど、伊之助さんの片や御嶽海から昨日ね、あの玉次郎さんのやろうと思ったんですけど他のことに気を取られてうっかり抜かしてしまいましたね。はい、で今日かな、勝ち越しが決まったのが昨日か、昨日は北勝富士で今日は玉鷲でしたよね。はい、まだ、あ、そっか、時間がありますね。じゃあ今日の応援団はですね、今日は3つぬいぐるみ置いてますね。カメラ向かって右側がランちゃん、小ヤギのゆきちゃん、そして真ん中がラムネちゃん、ぬいぐるみポケットティッシュカバーのダンボちゃんで、一番左、カメラ向かって左側がハンギョドンくん、ソーダくんですね。まだ時間あるみたいですね。じゃああれやっちゃおうかな。じゃあ伊之助さんの、間違ってるかもしれないんですけど、片や御嶽海、御嶽海、片やでいいのかな間違ってたら教えてくださいね。じゃあまず片や御嶽海で、次は片や大栄翔ですね。じゃあそれは、みたいな感じだったと思います。あ、しまった、大栄翔の出身地とか、あー忘れちゃった、あーじゃあちょっとうっかりしてた、忘れてた、あーしまった、忘れた、うっかりしてた。じゃあ、うん、御嶽海だけになっちゃいます。うっかりしてた。
あら負けちゃいましたね。わあ今日大関陣3人ともダメでしたね。ダメでしたねって言っちゃいけないのかな。あー敗れちゃった。わあらららららら、ら、うわー今回は波乱な展開ですね。じゃあ大栄翔が勝ったので勝ち名乗りも省略します。ですいません、大栄翔うっかり調べるのを忘れてしまったので調べられなかったので御嶽海だけやりますね。しかも危ないな、場所も忘れちゃった。今回ちょっと私も準備不足ですね。じゃあ御嶽海の場内放送やります。西方大関御嶽海、長野県木曽郡上松町出身、出羽の海部屋。ではバイオリンでやると、じゃあ猪之助さんはね、待ったなしが手をついてがねだったかな、ちょっと怪しいけど。じゃあ次がメインの発揮音に残ったはそれは、みたいな感じでした。いやーちょっと残念ですね。はい、じゃあ今回御嶽海敗れてしまったので勝ち名乗りはカットします。ね、なんか大相撲特別企画がちゃんと成立してるか心配なんですけれども、じゃあ大相撲特別企画第2弾2日目御嶽海を追うぞでした。いかがでしたか。いやーなんか今回ちょっと私もなんか対戦相手とか準備不足だったりして、ちょっと下調べをしなきゃななんて思う今日この頃です。はい、いやあとなんかね、過去の VTR を振り返ることがありますが、まあ、その時にわーという歓声の中でなんか見てみたかったですね大相撲。なのでもっと早く大相撲のファンになっていればよかったなと思います。まあ出会いとかそういったことってそんなもんですよね。もっと早くこうしてればよかったなと思いましたね。まあ、大相撲のファンになってればよかったなって思いましたね。はい、では大相撲特別企画第2弾2日目御嶽海を追うぞの動画はここまでとなります。大相撲にまつわるリクエストも、お待ちしております。行事誰々の再演をやってほしいですとか、呼び上げをやってほしい、あとは、呼び出しをやってほしい、あと行事の行事というか、呼び出しの誰々さんの誰々さんは何町になりますかなど、はい、お待ちしておりますのでお気軽にリクエストをお寄せください。はい、ということで、ちょっと今回はしんみりした感じの動画になりましたが、ここまでといたします。最後までご視聴いただきお付き合いいただきましてありがとうございました。皆さんからの動画の高評価ボタン、チャンネル登録、コメントが私にとって YouTube 活動並びに演奏活動において大変糧になります。ぜひ応援の方よろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。荒木由衣子でした。それではまたね、バイバーイ。